私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キャットタニエの中丸雄一が猫背の人発言で騒然へ、キング&プリンスへの岸優太が激怒。マックの劇団一人から中丸のどこが最高だと聞かれた岸優太はキャラが実は濃いとコメント。慌ててキャラが濃いと言い直すも、劇団一人から普段が薄いみたいじゃないかよとツッコミが。どういうキャラとの質問には、猫背の人、と評価し、中丸は絶句。二宮さんやっちゃっていいっすか？と怒りあらわで一触即発の展開に。また、永瀬角も、中丸さんは、熱いもの持っている、と言い張るも、横に立つ中丸は疑いの表情。その顔を見て、向上心マジすごいっす、と付け足すも、逆に中丸の怒りを買い、締め技をかけられかけてしまったと、サイゾウユーマンが報じている。この日の放送に視聴者からは、キング&プスの飛躍を応援してくれる先輩方ありがとうございます。先輩たちからの愛のある胸熱なお言葉は泣ける、嵐でもできなかったこと期待してくれてるの感動した、という声が集まっていた。さらに劇団一人から、今後も仲良くやっていくには？と聞かれた中丸は、形だけでも定期的にみんなでご飯に行った方がいいとアドバイス。爆笑するメンバーに二宮も、形だけだよ。形だけでもいいんだ、と念押ししていた。一方、二宮はキング&プリンスについて、ジャニーズを代表するおバカ集団、と断言。中丸が、いい意味で、と付け足すも、二宮は、いい意味でも悪い意味でも、だ、と強調し、メンバーは苦笑い。しかし、劇団一人からキング&プリンスに期待していることについて聞かれると、スタジアムツアーだな、と明かした二宮。スマップさんくらいじゃないか？スタジアムをツアーで回ったのは、と言い、こいつらなら、いける。と、太鼓判。また、中丸は、長いことグループをやっていく上で、人間関係って、めちゃくちゃ大事なんすよ、と、リアルすぎるアドバイスを展開。同じジャニーズでグループやってる者からするとわかることってあるんですけど、この子たちは大丈夫だなって安心感はありますと、キング&プリンスの印象を明かした。風船爆破チャレンジでは、キング&プリンスメンバーと中丸と、二宮の全員でチャレンジ。巨大な風船を全員で囲み、圧迫しながら破裂させるという作戦で、見事成功。中丸は、ここ2年で一番緊張感があった、と疲れ果てていた。そんな中丸について、マックの劇団一人から、中丸のどこが最高だ？と聞かれた岸優太はキャラが実は濃いと、コメント。慌てて、キャラが濃い。と言い直すも、劇団一人から普段が薄いみたいじゃないか、よ。とツッコミが。どういうキャラ？との質問には、猫背の人。と評価し、中丸は絶句。二宮さんやっちゃっていいっすか？と怒りあらわで一触即発の展開に。また、永瀬角も、中丸さんは、熱いもの持っている、と言い張るも、横に立つ中丸は疑いの表情。その顔を見て、向上心マジすごいっす、と付け足すも、逆に中丸の怒りを買い、締め技をかけられかけてしまった。凍った T シャツを60秒以内に着用するアイス T シャツチャレンジや、全員で協力してお尻で風船を爆発させる風船爆破チャレンジ、水が入ったたらいを片足で持ち上げるウォーターバケツチャレンジなどのゲームに挑んだ面々。アイス T シャツチャレンジで2人目に登場した中丸は、パワーで見せますよ、と宣言するも、凍った T シャツを前に全く太刀打ちできず。続く二宮は、床に叩きつけたり金属バットで T シャツを叩くも、タイムオーバー。二人とも結果を残せなかった。キング&プリンスの冠番組、キング&プリンスル。7月30日放送には、キング&プリンスが体を張ってゲームに挑む企画、キンプルヤンキースが放送され、ゲストに YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルのメンバー、嵐二宮和也とキャットタン中丸雄一が登場した。丸、私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。